れる。ここに残る。ニーレンという名の狩人を探してる。俺だ。何の用だ。掲示板を見てきた。俺はウィッチャーだ。奥さんを最後に見たのはいつだ。5日前の夜明け頃だ。狩りに出るときあいつはまだ寝てた。でも帰ってきたらいなくなってた。おかしなことはなかったか。様子が変だったとか。いや、いつも通り幸せそうに笑ってた。変わった様子はなかった。言っとくが、逃げられたわけじゃないからな。単に隣村まで出かけただけじゃないのか。違うわ。妹がこんなに長く留守にしたことなんてないの。探してみたのか。聞いて回ったけど誰も見てないの。みんなが起きる前に家を出たんだわ。一人で遠くへ行っちゃいけないっていつも言ってたのに、言うことを聞かないんだから。村の男を何人か集めて森を探したが、いなかった。森を探してみる。手がかりがあるかもしれん。聞き込みもしてみよう。奥さんの友人は。ハンナは一人でいるのが好きで、時々鍛冶職人の子供たちの面倒を見てたけど、あとは肉屋の奥さんのグレンナと仲が良かったわね。わかった。探してみるが、確約はできないぞ。いや、グレンナか。そうよ。今売れるのは筋肉か髄だけね。ちょっと待ってて。ハンナのことを話してくれ。仲が良かったと聞いた。時々ここでおしゃべりしてたわ。最近変わった様子は。行き先に心当たりは。変わった様子ないわね。いつも明るかった。きっと狼の仕業よ。最近夜中に遠吠えが聞こえるの。男爵の家来たちも怖がって寄りつかなくなったわ。多分ハンナはキノコでも取りに森に入って奥まで行き過ぎて襲われたんだわ。どうも。それでは。わたかおさん、今日は父さんもそういう剣を作ってたんだ。触っていい？危ないぞ。やめておけ。お父さんと話がしたい。昔は剣を鍛えたが、今は鎌や鍬ばかりだ。いい武器が欲しきゃノビグラドにでも行け。ハンナのことを教えてほしい。子供の面倒を見ていたそうだな。ハンナおばさん、どこに行ったか知ってるの？いや、それを調べてるところだ。ハンナは行き先とか何か言ってなかったか？カブは体にいいから食べなきゃダメって言った。森に行くのを見たよ。他の女の人もいた。明るくなりかけの頃、おねしょしないように外に出た時にね。森へ？じゃあもうダメだな。なぜだ。森には狼の群れがうろついてる。村のやつは誰も入ろうとしない。ニーレンだけは怖がってないが、カリウドだから当然か。もう一人の女の人は見たか。知ってる人だったか。ハンナおばさんの前にいたから見えなかった。助かった。じゃあな。大きくなったら男になりたいの。おい白髪野郎、お前の2本の剣で4本相手にできるか。行くぞ。
チャーさん？ここで何をしてるんだ？一人で森に入らない方がいい。ハンナを探す必要なんてないの。こんなに時間が経って生きているはずない。ニーレンの倍のお金を払うから、彼にハンナが死んだって伝えて。彼女がどうなったか知りたくないのか？ベレンでこれだけ長く姿を消したなら、もう諦めるべきよ。ハンナは確実に死んでる。彼はそれを受け入れて残りの人生を生きなきゃ。変だな。愛する家族ならどんなことをしても消息を知りたくなるものだろう。知ってどうなるの？妹は帰ってこないし、私にはもうニーレンしかいないの。彼まで失いたくないの。それに彼はきっとハンナの仇を討ちたがる。それで命を落とすことになっても幸せに生きてほしいのよ。悪いな、仕事を途中で辞めるのは主義に反する。噂通りね。ウィッチャーは血も涙もない化け物だわ。人間がやったとは思えないな。おそらく長い爪でつけられた傷、肉がそぎ落ちてる。面白くなってきた。爪の跡だ。深いな。腐った死体の匂い、それに大量の血だ。ハンナだな。文字通り八つ崎か。間違いない。人狼だな。油断できんぞ。くそ、木に登ったのか。あそこまでは行けない。地上を探してみよう。体毛か。こいつしばらく水浴びをしていないな。カリウドの小屋のようだな。メモだ。一体誰の？
話を聞かせてもらおうか。これはニーレンなの。だとしても人狼病は呪いなんだ。残念だがこうするしか。わからないの。彼を愛してるの。もう少しで彼は私のもの。邪魔しないで私たちを放っといて。その前にどういうことか説明してくれ。彼を愛してる。ずっと愛してた。秘密を知った後も。知ってた。だって俺がここで体が元に戻るのを待ってたこともか。それでも構わなかった。なのにあなたはハンナを選んだ。あの子があなたの姿を見て逃げ出せばいいと思った。そうすれば私はあなたと。ここに連れてきたのか。あの夜。それで翌朝口に血の味が残っていたのか。私たちのためよ。その姿を見せるだけでよかった。死んでほしいなんて思ってなかった。信じて。信じられるか。殺してやる。望んで人を殺すのは初めてだ。誰も殺させない。二度とな。ダメ。やめて。さっさと行け。俺の気が変わる前に行け。最悪の結末だ。